こういった真冬のクランキングなんですけど、まあ結局ウィードにどれだけタッチしてタイトに攻められるかってことなんですよ。で、私の場合はもうウィードにタッチするまでは普通にストレートリトリーブで、タッチしたなと思ったらもうすぐ糸をラインスラックですね、出してあげて浮かして、あとは竿でかわす。またタッチしたら少し送って浮かしてロッドでかわすと。で、スタックした後はですね、スタックした後リールをグッと巻いちゃうとクランクは前へ前へ入り込んじゃうんで、そうじゃなくてスタックした時は必ず次の泳ぎ出しはロッドでやってあげる。これだけでだいぶ違いますから。で、要はあれですね、ウィードのトップを意識する。なんで、今使ってるのがミッドですね。ミッドだとだいたい 2.5m ぐらい、 2.5m ぐらいのウィードのトップを意識してキャストします。で、ウィードに当たるまではストレートリトリー、当たったら糸を送ってあげてロッドでリトリー。だったらラインを送ってロッドでリトリ。だいたいバイトが出るのはその当たった瞬間か抜け切った後のこう竿で煽った時にココッとかグーッとかっていう結構ちっちゃめなバイトが多いんですね。で、まあ当然ハードルアーなんで、そのね、メリットというとトリプルフック針が6つついてるんで、バスがちょっとちょっかい出してきたりとか、その食べまではいかないんですけど、アタックした時とかでも外掛かりとかでなんとかこうかけることができるんで、その通常釣れないようなワームボトムでワームで釣れないような魚でも、まあハードルアーだったらかけることが可能です。それがハードルアーのやっぱり利点ですね。